梅肉エキス。これ世界一酸っぱいらしい。誰だ。肉。ほら集まれ。集まれ。大規模。タボ、この角度でいい？いいわけねえだろ。お前うつくるみたいになってんじゃないか。一週間酸っぱいものしか食べれない生活。うわさあ、誰がやるかな、誰がやるかな、ここまではお前らわからねえからな。いや、まあさ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 あ、てめえだー、おーてめえです。強烈か、強烈。酸っぱいのマジきついよ。これ結構きついでしょ、これね。どこ磨かんじゃないですか、辛いとこから苦いとか。あ、はいはい。唯一苦手なのが酸っぱい。うわー、実は適材適所や。酸っぱいもの生活スタート。何杯完食とかないから、ちょっとなんかね、そうね、分かりづらいよ、ね、リズム出んな、なんかな。確かに、うん、あ今日の酸っぱいものはもうこの最中にやります。ピクルスです。ピクルス。なるほど。どっから声出てる。さて、ここで問題です。コンビニで一番酸っぱい食べ物って何だろう。これしかねえなって考えました。つぶしお付きの酸っぱい干し梅。俺ほんま一番酸っぱいか。一番酸っぱい。男梅ちゃうか。一番酸っぱいの。めっちゃ食うよ。めっちゃ食うよ。あー気持ち悪っ。はい、で、ね、豚骨ラーメン屋にやってきました。あれ、大輝が取り出したのはお酢だ。お酢をぶっかけてやがる。なんだこいつは。おい、めっちゃ体力かけてやがる。なにこいつ。あー、やめろやめろ、かけすぎだ。あ、食って食って食って、うんうん、まだ足んない、まだかけんの、やばこいつ。あー、あーすごいきつい。うわ、これ超酸っぱかった。そういえば思い出した。僕のあのラーメン。マジよ。味覚終わってんだお前、マジで。なんだお前。ただ喋れお前。本当腹立つ。こいつ酸っぱくなってきたな。え、うわ。怖い怖い怖い。うわ。お前下に俺の服あるやん。何してんの。グレープフルーツ。右手にグレープフルーツ持ってグレープフルーツ。すごいよこれもう。殴られたんじゃ誰かに。やべえ、これ全然飲み込めねえ。皮、やっぱ皮飲もうとすんなよ。いや俺見たんだ、皮がうまいって。見たんだ。まあさっきあの人グレープフルーツ作って何時間か経って、あいつもう寝てるじゃないですか。だからね、はい、ザ・テレビジョン。これをね、京平さんに食わせに行きましょうということでね。てか真っ黒だからさ。ゴゴ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 。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しさえ。うわ、びっくりドンキーに来ました。びっくりドンキーです。来たくなかったです。何食べる。ハンバーグとカレーめっちゃあるで。何食べる。食べれねえんだよ全部。食べれねえんだよ。ムカつくわ反応こいつ。なんか酸っぱいもん頼めないぞ。したらハンバーグしかねえんだよ。見た感じちょっとなさそうやけど、聞いてみようよ。聞いてみる。失礼します、お伺いします。酸っぱいものってあります？そしたら森のリンゴスカッシュは酸味が強いです。酸味が強い。あー、じゃあそれで来たんですけど、エヴァンゲリオンのお父さんですか？違う、イカリシじゃない。エヴァンゲリオンのお父さんですかっておかしいか。ガムシロップ。ダメダメダメ、甘いじゃん。一番酸味が効いてるものって言ったから、これ甘いもん。私どうする？その考えが甘い。ああ、確かに。やばい。あ、めちゃ飲んでる。すげえ飲んでるよ。ウーロン茶の時の俺か。ゆっくり飲めばいいじゃん。味わいなよ。アホやん。めっちゃ一気。うわ。うわー、すごい。酸っぱそう。酸っぱそう。目やばいことになってるよ。ついにね、届きました、あるものが。梅肉エキス。これ、世界一酸っぱいらしい。酸っぱい生活してるの、今。酸っぱい生活。知らん、それも知らん。そうか。知らん。そうそうそう。やばいでしょ。やばい。だって俺、4日連続バースデーだったから。あー、そうね。こういうの、もう好奇心旺盛だから。あー。世界一だから、マジで。え、これ、ちゃんとこれ舐めて大丈夫なやつ？舐めて大丈夫です。大丈夫か、お前。今の感じなんか適当だな、お前。とりあえず、行ってみよう。うわぁ、色がやばい。すごい。伸び方、エグいめちゃしてる。世界一とか言われるとちょっと危ないよな。ちょっとビビるね。世
世界一バカなやつ来た。何してんの何してんの、これ世界一酸っぱいぞ。でも大輝は酸っぱいの強いからね。そう、俺強いだろ、酸っぱい。でも大輝が酸っぱい。俺いいよ、全然いける。世界一ですか。あー、ベッド行ったよ。あー、でもね、これね、一般人はきついと思う。なんで、サロート感出すね。結構な量だな。いやそれはもう、そんぐらい言ってもらえたね。これきちい。マジっすか。行きましょう。行け。全部行け、全部、全部。うわー、行った行った。うわー、やばそう、やばそう、やばそう。これやばいよ。本当にやばい。本当にやばいよ。ちゃんと洗ったらおもろいよ。確かに大丈夫でしょうか。行け。やばい。やばい。見たことない。すごいよねこれやっぱ。うわやばいんだ。行こうか行かないか迷ってる。もうシンプルにさ、酸っぱいもんだけじゃん。腹減んな。いただきます。はい。うわすごい。うっそ。のりさん、タオさん、そこに泥酔してる男いるじゃないですか。今日まだ酸っぱいもん食べてないんですよ。じゃあ酸っぱいものということで。まあいや、それは最後。おおおお、食べてますね。はい、じゃあ木田さん、見てください、ほら。はい、それがやだら、それがやならこれ食え。これ見ろ。食え、これよ。うわスプーンがこれや。スプーンがもうこれだもん。酔っ払ってる時にそれ食ったらまず目覚める。確かに梅肉いいからね。おお、いいよいいよいいよ。おお、来た、始まった、始まった。ラウンドワン、バッカーン。さあ、よっかっこいいだし。酸っぱいもん生活最終日。めっちゃ結構あるやん。え、行くのこれ。半分くらいあるから、もう行っちゃうと思って。行けんの、どうしてもしょうがないじゃん。もう最終日だし、これかっこんでも優秀に飾りましょうって。わかりました、どうぞどうぞ。もう、パワーもう全然対応しないから。素早く、どうぞ。めっちゃあるこれね、知ってる。この量はやばい。うわー、ようやく終わりましたね。すごいな、これ。わー、もう全部、全部。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。こちらですね。これ、ほんと黒すぎてもわからん。黒すぎても超わからん。いくっ。まあ、1.5cm ぐらいの長さあります。男男名前も出てもモテるし。どうぞ。長兵一人。長兵。長兵。うわー、飲んでから言え。うわー、とりあえずやばい。どういう感じなの。痛いもん、普通に。痛いの。酸っぱすぎて、濃いすぎて痛い。顔がガチすぎる。口が全部痛い。喉も痛いし。終わった後もガチすぎる。味覚がもう。今、どういう味覚を食べたいの。苦い。苦いが美味しい。苦いが美味しい。辛いじゃないね。苦さ欲しいかも。俺すごない。銀なるから銀なん食いない。銀なくない。違うでしょ。こいつバカだ。あ、そっか。こいつバカだ。こいつバカだ。こいつバカだ。やばい。はい、ヤネドル君がよろしく。